ごま油多めね、これ。で、最初に肉と野菜、野菜は好きなの、肉は豚バラが美味しいと思いますね、甘みがあるんで。だいたい焼けてきたら野菜を次胡椒好みで、大体炒まったら次お湯ですね。で、沸騰するまで待ちます。この間にこのスープ先入れちゃいますね。この間作ってるとこ撮れなかったんで、今日はリベンジです。名カメラマンも今日一緒なんで。ちなみに怒るとクマより怖いんで気をつけてます。あー、いい匂いだ。で、ラーメンはこれですね。伝家の宝刀、中華三昧。うまそう、これだけで。すごいいい匂いしますよ。2分くらいでいいですね。で、アウトドアで食べる場合っていうのは固めの方が美味しいと思います。
ちょいかな。ちょっと広いもんな。あーうまそう。出来上がりですね。で、1杯ずつしか作れないんで、で、このやつに最初盛り付け、一人の時は全然気にしないんですけどね、麺先に入れてやって、で、上からスープと具材をかけるような感じで、これで森のラーメン屋の塩野菜ラーメンですね。どうですか？美味しそうですよね。どう？うまい。どれくらい？まあいいや、ゆっくり食べて。これから自分の分作ります。雨降ってたんですけど、今日晴れましたね。台風行ったみたいで空綺麗ですよ。いや、私はこれから自分の分作りますんで。多いのはないな。